そして私も後を追うわ。え、寝てるんですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、なんか久々に、久々かな。めちゃくちゃ静かな始まりや。ちょっと待って、マンションを押したつもり。ん？何？え？ハート多くない？なんか二つぐらいなかった今。しかも下の方、多分子供だな。あ、すむ。子供だな。どうしよう。いいやん、いいやん、いいやん。え、二人目は誰だ？想像したりします。うんうん、いいね。ですのでレベルアップ。はい、それじゃあ、ちょっと待った、いや、まあ、いっか。短パンランニング、寒っ。確実に季節感間違っとるけど、服、短パン、ランニングをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返し。さっきまでさっきまでいい感じの服装やったのに。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。ね、ヘッドホンと服装すごい合っとったのにね。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。結婚して初めて知った相手の秘密ってありますよね。まあ、結婚前にいろいろ知っておきたいやろうけど、それ難しいんかね。はい、タイの池作り、どうぞ。いただきます。結婚してしまったらなんかもう手遅れな気がするけど。嫌やな、そっからいろいろ知るの。すごく美味しかったようです。よかったよかった。ん？めちゃくちゃ満たされた。あれ？さっきもレベル上がらんかった？なんかこの画面さっきも見た気がするけど。この格好でスキーボーはちょっと。さすがに上はちょっと合わせていくか。髪の兜。ね、これちょっと夏休みの小学生みたいになるんじゃない？帽子、髪の兜をプレゼントしました。いつもありがとうございます。ね、めちゃくちゃなんか、田舎の家におる夏の子供って感じ。兜は5月やけど。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。そして、そして、イッシーさん。子供？あらら。そんなんやったっけ？これとミカの間に子供がいたら、と想像したりします。いいと思います。いいね。ですね。みんな着々とレベルが上がっていくな。それじゃあ、カーテサレールパンツ。お、イッシーさんはいい感じや。あ、今もいい感じやけどね。服、カーテサレールパンツをプレゼントしました。あ、ちょっとあの、帽子がカラフルすぎるけど。あ、でも、こっちの服装にも帽子。本当に変ではないか。だから、金貨をもらいました。ありがとう。いや、でも現実におったらちょっと派手すぎるかもしれん。現実にこんな帽子かぶっとる人おらんもんな。実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。自分では割と運がいい方だと思います。うんうんうん、まあね、素敵な奥さんもおるし。いや、なんかめ友達マーク、お。めちゃくちゃお。見てみますか。お、ここはアリナじゃないか。変な格好してんな。ふと、どうしたどうした、喧嘩。まさかの喧嘩。仲直りしてください。このイライラも沈めてください。韓国冷麺やな。あれ？か、なかったよね、今。ないな。韓国冷麺、買っとこ。いらっしゃいませ。10個ほどちょっと買っておきます。おかやめ、ありがとうございます。ありがとうございました。いえいえ、じゃあこれをどうぞ。いただ
めちゃくちゃ赤ちゃんみたいな格好をしとるのに食べるものは韓国冷麺っていう合ってないよね。辛いんかな。もう韓国つくだけで辛そうなイメージしかないんやけど。大好物だったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。めっちゃ怒ってる。この間はごめんなさい。許してあげて。こちらこそごめんなさい。うん、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、できました。よかったです。お礼にこれもあげます。もう韓国冷麺ってお腹パンパンやん。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。お湯目って似顔絵に描きやすそうな顔ですよね。似顔絵に描きやすそうな顔ってどういう顔なんやろ。シンプル。でも顔が濃い人とかも描きやすそうやな。今回喧嘩がいっぱいあるってことか。いやでもここは喧嘩っぽくないぞ、キャンディーさん。猫の観察。そんなことないよ。そんなことないんだよ。おお、いつまでもラブラブだね。じゃあ、喫茶店で、あったかいところで、ね。じゃ、最初一瞬浜辺って思ったけど寒すぎよね。いってらっしゃい。そして私も後を追うわ。寝てるんですけど、家で寝なよ。そんなギリギリの状態で、後ろは黙々とケーキを食べてるし。はっ。起こしてあげて、キャンディーさんのことも。あ、もう全然寝るわ。さっきまでそんな眠そうじゃなかったと思うんですけど。はい、そして、モカタン。私たちに興味なくなったんですか。同じことを言う。あゆなのそっくりさん。そんなことないよ。立派に恋人がいたら。お、と思うのですが。久々の紹介。ビミネとくっつけるのはどう思いますか。ふんふんふん。いいんじゃない。それでは二人も合わせてみます。リムちゃんって相手おらんかったんやっけ。別れた。前おったよね。もしかしてさっきのってデート中やったんかな。でも時間軸がちょっとおかしくなるけど。ダメそうな感じだな。スンってなっとるし。もう全然やん。せっかくの久々の紹介やったのに。今日はありがとう。こちらこそありがとう。友達からでもない？どう？まずは友達から。友達からね。まあ、一応交友関係が広がったってことで。ちょ待って、帽子変えとこう。交差うさぎの耳リボンとかにしとこや。ちょっとね、なんか頭と体で系統が。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返しです。なんでしょう。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。言わなくてもいいことも、つい、言ってしまいます。よくないよ。ま、でも言わなくていいこととは理解しとるよね。はい、おせちどうぞ。いただきます。はいはい。
どうすか？すごく美味しかった。よかったよかった。レベルアップ。めっちゃレベルアップしていくやん。てかなんか、あれよね。どこまでもめっちゃレベルアップするよね。だいたいあれやん。RPG とかやったらさ、途中からだいぶゆっくりにならん？経験値少なくなって。服アンサンブルをプレゼントしました。いつまでもスムーズにレベルが上がっていく。私からのお返しです。はいはい。お宝金貨をもらいました。ありがとう。まだいるな。めっちゃ喧嘩してるけども超喧嘩してるけども。わわわ、なんだなんだなんだ。ミツルと喧嘩しました。まあ落ち着けよ。仲直りしてください。この間も沈めてください。お刺身だ。飛んでく飛んでく。はい、お刺身どうぞ。いただきます。はい。まあでもわかるよ、お刺身はね、美味しいよね。うまーい。超大好物だったようです。自分が落ち着きました。うんうん、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。大丈夫、離婚の危機とかにはならない？これで仲直りできんかったらね。なんか帽子の系統は似とる気がする。この間はごめんなさい。許しません。うわ、即答。え、めっちゃ即答なんですけど。大丈夫？うまくいきませんでした。辛い。ただ美味しい食事をしただけだ。辛い。え、そのうちちゃんと許される？離婚案件じゃないよね。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってください。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そして、ミニュース見てこう。5時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。男性役の歯磨き粉に、ゴーヤの味が仲間入りしました。いい、嫌だな。歯磨きの時に苦い感じなの嫌やな。一声で商品化が決まったそうですが、従来の歯磨き粉にはなかった新しい味なので評判も上々のようです。美味しいからといってそのまま食べてしまわないよう気をつけください。ゴーヤ自体が そんなでもない気がするんやけど。いや、料理としてはいいと思うんやけどね。勉強になるニュースです。それで磨きたくはないな。もう少し熱く語り合いませんか？え、もしかしてライチちゃんも、はい、ゴーヤがそんなに好きなのか？柳田がお伝えしました。ありがとう。ん？これは？あ、夜市や。よしよし、運試ししてみない？買っていきましょう。毎度あり。はい、それじゃあ一つ目の中身。お、インテリア、北欧モダンスタイルが入っていました。いやいや。そして二つ目の中身。お、インテリア、教室スタイルが入っていました。え、今回当たりじゃないなんか。三つ目の中身は、お宝、カーネーションが入っていました。まあ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 。ねえ、スタイル二つ入ってるってめっちゃいいんやないん。紙引きって感じ。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、ちょっと、あの夫婦がね、離婚しないように、ちょっと、別れないでくれ。でも、みくるちゃんだいぶ怒っとったよね。